エボラ出血熱、エボラ出血熱、エボラ出血熱、EHF、またはエボラウイルス病、エボラウイルス病、イベドは、フィロウイルスかエボラウイルス属のウイルスを病原体とする急性ウイルス性感染症。ラッサ熱、マールブルグ病、クリミアコンゴ出血熱と並ぶウイルス性出血熱の一つ。人にも感染し、 発症後の致死率は50から80%とされる。また、仮に救命できたとしても重篤な後遺症を残すことがあるリスクグループレベル4ウイルスの一つである。エボラの名はアフリカ大陸中部で発病者が出た地域を流れるエボラ川から命名された。エボラウイルスは大きさが80から800ナノメートルの細長い RNA ウイルスである。も状 U 字型、ゼンマ米型など形は決まっておらず、多種多様である。初めてこのウイルスが発見されたのは1976年6月。スーダン、現、南スーダンのヌザラ、ヌザラという町で、倉庫番を仕事にしている男性が急に39度の高熱と頭や腹部の痛みを感じて入院した後、消化器や鼻から激しく出血して死亡した。その後、 その男性の近くにいた二人も同様に発症して、それを発端に血液や医療器具を通して感染が広がった。最終的にヌザラでの被害は感染者数284人、死亡者数151人というものだった。そして、この最初の男性の出身地付近である、当時のザイ,イールのエボラ川からこのウイルスの名前はエボラウイルスと名付けられ、 病気もエボラ出血熱と名付けられた。その後エボラ出血熱はアフリカ大陸で10回突発的に発生、流行し感染した時の致死率は50から90%と非常に高い。他にイギリスでも感染患者が確認されており、ロンドン郊外のカンタベリーにおいて34歳女性が感染者として病院に搬送されたとされている。 他の多くのウイルスと異なり、免疫系をかく乱するで恋を放ち、生体の防御機構をほぼ完全にすり抜けるという特徴がある。これが驚異的な感染性の高さにつながっている。また、体細胞の構成要素であるタンパク質を分解することで最強の毒性を発揮する。免疫系を操作して血管を攻撃させ破壊し、 肝臓をはじめとする全身の臓器を犯して発症者を死に至らしめる。そのため、エボラウイルスは、風のリスクグループ4の病原体に指定されており、バイオセーフティーレベルは最高度の4が要求される。アフリカ中央部、スーダン、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ガボン、ウガンダ、西アフリカ、コートジボワール、アイボリコースと、ウゲ海岸。輸入一例、ギニア。 リベリア、シエラリオネ、ナイジェリア、南アフリカ、ガボンからの輸入一例で発症している。また、フィリピンでは、感染したカニクイザルと豚が見つかっている。サルは、アメリカ合衆国とイタリアに輸出され、ウイルスが発見された。自然宿主の特定には至ってはいないが、コウモリが有力とされている。サルからの感染例はあるが、キャリアではなく人と同じ終末宿主である。 また、現地では、猿の燻製を食する習慣があるため、これを原因とする噂があることも報道に見える。2005年12月1日付の A 科学誌、ネーチャーにて、ガボンのフランスビル国際医学研究センターなどのチームの調査によると、オオコウモリ科のウマズラコウモリ、等がエボラウイルスの自然宿主とされ、現地の食用コウモリからの感染が、研究論文で発表されている。 患者の血液、分泌物、排泄物や唾液などのしぶきが感染源となる。患者及びその体液への濃厚な接触は問題であり、死亡した患者の遺体への接触からも感染する。アメリカ疾病予防管理センター、CDC は消毒されるまでの往路の搭乗者1000人近くの健康観察を行っている。エボラウイルスの感染力は強いものの、空気感染をせず、 感染者の体液や血液に触れなければ感染しない。これまでに見られた感染拡大も死亡した患者の階層の際や医療器具の不足、注射器や手袋などにより患者の血液や体液に触れたことによりもたらされたものが多く空気感染はない。患者の隔離に関する措置が十分に行われていれば感染することはない。傷口や粘膜に ウイルスが入り込まないよう注意する必要がある。特に、人は自分の目、口、鼻を触りがちであるため、それらに触らないよう気をつける必要がある。また、人の触るドアノブや、スイッチやハンドルなどはウイルスが付着しやすいため、汚れを落とし消毒する必要がある。手は石鹸を使って洗う必要があるが、無理な場合は、アルコール分を60%以上含むハンドジェルも使用可能。 赤薬シャミはエボラ出血熱の症状にないが別の要因によって赤薬シャミが起これば感染する可能性があり長期間の1メートル以内の近接で感染リスクは中程度とされているそのため人混みをできるだけ避け具合の悪そうな人への1メートル以内への接近はなるべく控えることが望ましいまた直接的接触握手など や屋内での長時間接触も感染リスクは低いとはいえ、なくはないので、できるだけ避けることが望ましい。メガネやマスク、N95 以上が望ましい。手袋なども予防に使われているが、ウイルスの付着している表面には触らないよう注意が必要となる。受容体のハスパゴ、GRP78 がエボラウイルスの感染に使われると特定されており。 ハスパゴ阻害剤の没植資産、エピガロカテキン、緑茶などに含まれるカテキンの一つはエボラ感染予防に効果がある可能性がある。すでに緑茶の飲用はインフルエンザ対策として効果があるとされている。ただし、鼻からの感染は予防できない。感染者の応答物、血、肉、唾液、粘液、排泄物、汗、涙、母乳、精液などから感染するため、 見ず知らずのそれらに気をつける必要がある。また、ウイルスは、大抵、湿った地中で生き延びるため、地面に触れないよう注意し、地面に触れたところは消毒する必要がある。病院や患者宅のトイレの便座に気をつける必要がある。ニューヨーク市は、初期症状のニルインフルエンザと区別しやすいよう、インフルエンザの予防接種を受けておくことを推奨している。 アメリカの医療従事者については2014年10月20日時点 CDC によって肌が一切出ないようにすることが推奨されている。液体防護性のガウニやエプロン、首周りを隠すサージカルフード、フルフェイスシールド、防塵マスク、二重手袋、液体防護性の足カバーの組み合わせが推奨されている。日本においては 感染者との接触があるなど、感染の可能性がある場合は、潜伏期間を過ぎるまで、公共交通機関での移動やレストラン、食料品店、映画館などの人の集まる場所への外出を控え、検温を朝夕に介して検疫所に報告し、熱や症状の出た場合は、地域の医療機関を受診するのではなく、最寄りの保健所に連絡して、指示を仰ぐ必要があるとされている。 アメリカの一部の州やアメリカ陸軍などでは潜伏期間中も隔離措置が行われている。犬はエボラ出血熱を発症しないもののエボラウイルスに感染する可能性を否定できないため患者のペットの犬は安楽死が行われている。感染者あたりの平均感染率を一人未満に抑えなければ流行は収束できない。新たな感染者を素早く見つけるために 感染者から接触者を聞き出す接触者追跡調査、コンタクトトレーシングが行われている。CDC は、見逃された一人の接触者が大流行、アウトブレイクを引き起こしうるとして、警告している。消毒薬には、次亜塩素酸ナトリウムやジクロルイソシアヌール酸、ナトリウムウムが使われる。金属製小物には、グルタラールなどが適す。アルコールも、使用可能。 また、加熱消毒では安全マージンを加えた摂取60度、60分間の加熱が使われる。煮沸消毒でも5分は必要となる。ガンマ線照者12から 12.79G、1.2から1.270ラジアンや、紫外線照者でも消毒可能だが、紫外線照者の場合は有機物に取り込まれているエボラウイルスを不活性化できない。 設備が整った施設がなくても、ウイルスの有無を確認できる検査キットが、日本の電化政権により開発されており、アフリカの感染発生地に、国際協力機構、JICA を通じて提供されている。バイオセーフティレベル3の施設でもエボラ出血熱の疑われる患者の血液を検査できる。日本では、国立感染症研究所ウイルス第一部だ院室に、 検体を送ることで PCR を使ったエボラ、出血熱の検査が可能だが、エボラウイルスの変異の確認、治療薬の効果の確認、患者の退院可能かの確認は不可能となっている。なお、発症していても、陽性の結果が出るまでに3日程度かかる場合がある。第一子感染症指定医療機関には、微生物学的検査が可能な検査室の設置が義務付けられているが、 エボラウイルスの検査については不明。エボラ出血熱に対応する海外病院の隔離病棟にあるオンサイトラボラトリーではエボラの血液サンプルを扱えるところがある。アメリカでは現在、バイオファイアディフェンス社の設備を導入した300以上の医療機関でエボラウイルスの検知が可能となっている。既得状態を終えて血液からウイルスが検出されなくなっても ドイツのケースでは、尿や汗からウイルスが検出され続けており、その後、尿から検出されなくなっても汗からのウイルスの検出が続いている。潜伏期間は、通常なのか、程度、最短2日、最長3週間以上。風および CDC の発表によると、潜伏期間中は感染力はなく、発病後に感染力が発現する。発病は、突発的で、 発熱、保管、頭痛、筋肉痛、脱力感、食欲不振、喉の痛みなどから、嘔吐、下痢、腹痛、発疹、肝機能障害などを提する。進行すると、口腔、歯肉、血膜、鼻腔、皮膚、消化管など全身に出血、吐血、下血が見られることがある。多くの患者は、脱水症状や発症性血管内、凝固症候群、鼻による、 多臓器不全が原因で死亡する。致死率は50から90%と非常に高い。特に集団発生では、致死率は90%に達することがある。症状として、エボラ出血熱に特徴的なものはなく、鑑別が必要な疾患としては、ラッサ熱、クリミアコンゴ出血熱、黄熱、デング熱などの他の出血熱、マラリア、インフルエンザ、A 型肝炎。 E 型肝炎、腸チ,チフス、パラチフス、細菌性赤痢、ペストなどがある。また、出血熱の名の由来である、出血症状は一部の患者にしか見られない。エボラウイルスに対するワクチン、並びにエボラ出血熱感染症に対して有効な医薬品などは確立されていない。しかしエボラ出血熱に感染した後に回復した元患者には抗体があり、 元患者の血液や血清の投与が唯一の有効な治療法とされている。また脱水に対する点滴や鎮痛剤及びビタミン剤の投与、発腫性血管内凝固症候群、陸に対する工業固薬等の投与が行われている。2008年のコンゴ民主共和国での流行では32人が感染し14人が死亡した死亡率44%。 2011年から2012年にかけて、ウガンダで流行し32人が感染し22人の死亡が報告された。2014年2月から、ギニア、シエラレオネ及びリベリアにおいて、エボラザイールが流行し、複数国にまたがるパンデミックとなった。世界保健機関、WHO の2015年10月18日の発表によると、感染疑い例も含め28,512名が、 感染し、1万1313名が死亡したとしている。2018年、今後民主共和国で流行。今後での発生は1976年以来9度目で、最初の症例は5月8日、北西部赤道州の遠隔地にある、ビコロ、ビコロ地域で確認され、2ヶ月半後の7月24日に収束が宣言されたが、33人が死亡した。 同年8月1日から始まった再流行は東部の北キ部州や隣接州で多数報告されていて211人の症例が報告されうち135人が10月14日までに死亡対応支援に当たっていた米疾病対策センター CDC の専門家チームは安全上の懸念を理由に最悪の被害が出ている地域から退避した 世界保健機構の緊急対応チームは北キブ州の都市ベニに展開していたが11月17日に現地イスラム系武装組織と国連 PKO 部隊との間で衝突があり撤収を余儀なくされている2002年4月世界保健機関フーはガボン北部に生息する西ローランドゴリラの死体からウイルスを発見した エボラ出血熱の流行地帯に暮らす人々は、ゴリラやチンパンジーなどの野生生物を食用とする習慣があり、また実際に発症した人の中には、発症する直前に森林で野生動物の死体に触れたと証言した者もいる。ことから、ゴリラやチンパンジーも感染ルートの一つとなった可能性がある。翌年、隣国のコンゴ共和国でエボラ出血熱が発生した際には、 人間への感染と同時に、ゴリラにも多数の感染例が報告され、2002年から2005年の間に、約5500匹ものゴリラが死亡したと報告した。2007年9月12日に発表された IUCN レッドリストでは、エボラ出血熱による激減及び密漁のため、西ローランドゴリラは、最も絶滅危険度の高いクリティクリーインダンジャード。 絶滅寸前に分類されている。チンパンジーに至っては100年前には約200万匹いたと推定されるが、商業目的で密漁や食料にされたり、エボラ出血熱の流行で、現在は約20万匹と推定され、絶滅の恐れのある種のレッドリストに絶滅危惧 IB 類として分類されている。なお、人以外のゴリラやチンパンジー等の霊長類が人への 感染源になっているが、ウイルスの保有宿主ではなく、人間と同様に偶発的に終末宿主になったと考えられている。フィリピンでは2007年から2008年にかけて、マニラ北部の養豚場など数カ所で、豚が相次いで死亡した。アメリカの研究機関が調べたところ、デストン株のエボラウイルスに感染していることが確認された。 家畜へのエボラウイルス感染が確認されたのは世界で初めてである。その後、1989年、1990年、1992年、1996年にフィリピンからエボラレストンに感染した猿が輸出されていたことが明らかになった。現行の感染症法では一類感染症、一種病原体等に指定されている。旧伝染病予防法。 1999年に廃止では法定伝染病に指定されていた。エボラ出血熱は一類感染症であるため、特定感染症指定医療機関及び第一種感染症指定医療機関でのみ受け入れ、可能となっている。2018年5月1日現在、全社は厚生労働省が指定したように医療機関受床。 後者は全国の都道府県にあって知事が指定した54医療機関101章がある。第1種感染症指定医療機関の要件は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定める感染症指定医療機関の基準により定められていて入院で使われた例は過去一例のみである。 なお、隣国の韓国では、国立中央医療院が、エボラ出血熱の治療を行うこととなるが、エボラ出血熱に対応した、隔離病棟は存在しない。感染者が死亡した場合、意外は仮装することが望ましい。日本では感染症予防法により、十分な消毒を行い特別の許可が得られた場合を除き、遺体は仮装することが義務付けられている。 仮想の習慣のなかった国や地域では仮想が拒絶されることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。